カゴの登山は、群馬県ア郡マ妻子村と長野県東美市との境に位置する山。群馬百名山、新州百名山。二方あり、東の東カゴの登山の山頂に三角点が設置されている。標高は2227.91メートル、地理インチ図上では2227.9メートルと記載されている。眺望がよく、登山客が多く訪れる。 西にそびえる、もう一つの峰は、西加護の登山という。西加護の登山と、東加護の登山。P は、池の平駐車場、トイレを示す。地質は、福奇跡安山岩で、約8万年前、近隣にそびえる、清掃火山、見方が、峰や水の遠山といった山々の間に、溶岩延長級として形成されたものである。上新越高原国立公園内に位置する。 登録は、車坂峠、高峰高原で、さらに東には、浅間山がそびえる。南北の池の平湿原は、あやめの群生地として知られ、隣接するうさぎ平登山口から、東かごの登山山頂まで50分、そこから、東の水の遠山、西の西かごの登山まで、それぞれ30から40分である。南には、高峰山や三方が、峰がそびえる。は、 湯の丸高原で地蔵峠までなだらかな裾野が広がる。周辺を湯の丸高法林道が通じ観光地として開発が行われている。ありがとうございます。